持ち帰りですか？店内でお召し上がりですか？メニューはこちらになります。どうぞ。おう、プルメ。アッサムをケーキセット用に頼むわ。オッケー、すぐ出すわ。メープルお姉ちゃん、補充用の紅茶ってこれでいいの？あ、それそれ、ありがとう。補充はこっちでやっとくから置いといて。はい、すっかり元気ですね。最近は家でも楽しそうにずっとギターの練習してますし、毎日すごく充実してるみたいですよ。それもこれも歌唱さんのおかげですね。それよりめいちゃんだいぶ上手になったんですよ。前は一回音を鳴らすたびに次まで時間がかかってたんですけど、そうですね、めいちゃん大好きですから。すみません、すぐに払いな。
次のお休みでいいですか？ああ、いえ、そういうことではなくて、カシオさんが付き合ってくださるんですよね。いくら鈴持ちでも猫一匹でちゃんとしたお店には入れないですよ。飼い主か保護者の同行が必要なお店もあるんですよ。私のブラ買ってくれるんですよね。私はこのままでも全然我慢しますけど。みんなに秘密で二人で下着を買いに行くなんて、なんだかお忍びのデートみたいですね、カシオさん。そんなことないですよ。下着を一緒に買いに行ってくれる彼氏は優しいってネットに書いてましたし。ショコラちゃんとバニラちゃんには何て説明したんですか？わー、ものすごい浮気っぽい言い訳ですね、それ。なんか、その、これから下着を買いに行くのに、思わず潤っちゃいそうで、その、いろいろと困っちゃいますよ。カショウさんが優しいからちょっと意地悪言ってみたくなっただけです。私のために嘘をつかせちゃってごめんなさい。そうですよね、わかりづらいですもんね。じゃあ、カショウさんの答えやすいように質問を変えますね。カショウさんは、どっちの方がそそりますか？わかってます、冗談ですよ。照れてるカショウさんが、なんだか可愛くって。普段はこんなカショウさん見れませんし。でもカショウさんが一緒に来てくれて本当に嬉しいんですよ。尻尾が立っちゃいそうなのずっと我慢してるんですから。シナモンちゃん、いらっしゃいませ。今日はシグレちゃんと一緒じゃないんですね。
そうですね。しぐれちゃんは今日は予定があって。ああ、そうなんですね。今日一緒にいらっしゃってるのは、もしかして恋人さんですか？違いますよ。しぐれちゃんのお兄さんです。私のもう一人のご主人様みたいな方ですよ。そうなんですね。誤解しちゃうところでした。花椒さんは本当に猫思い、女性思いの方なんですね。女性にとって下着は大事なものですから、胸の大きな方にとってはなおさらです。形が合ってないとすごく不快感もありますし、ブラひもが細いと食い込んで痛みもあります。そもそも男性の方は下着売り場は苦手と同行してくださる方の方が少ないですから、ちゃんとした下着を一緒に付き合って選んであげるなんて、猫思いのいいご主人様ですね。はい、猫思いのすっごくいいご主人様です。私なんておっぱいだけが取り柄のメス猫なんですけど、でもすごく優しくて家族として大事にしてくれますから。猫ちゃんがパートナーって方もいらっしゃいますしね。ご主人様もこれだけしっかりした可愛い猫ちゃんなら安心でしょ。下着の買い替え回数は少し多くて困っちゃうかもですけど。シナモンちゃん、大事にされてるんですね。そんなこと言ってくれるご主人様、なかなかいないですよ。はい、花椒さんは素敵なご主人様ですから。私は花椒さんさえ良ければ、子猫の末席に加えてもらう心の準備はいつでもできてますよ。いいえ、冗談じゃないですよ。最近はかっこいいとこばっかり見せてもらってますし、嫌だったらこんなこと冗談でも言えませんし。シナモンちゃんも積極的ね。じゃあ下着はご主人様に選んでもらいましょうか。はい、花椒さん好みの選んでください。花椒さんとのお買い物楽しかったですね。
翔さんって本当に優しくてかっこいいですね。みんながメロメロになっちゃうの分かっちゃいます。じゃあ外じゃなければいいんですか。でもいいじゃないですか、今は誰もいないですし。さっきわがまま言っていいって言ってましたよ。それとも歌唱さんはこんな年中発情期のメス猫じゃ嫌ですか。私多分結構いい仕事しますよ。妹たちに先に処女卒業されちゃってますけど、でも脳内経験だけは圧倒的に勝ってますからね。さっきも言いましたけど、嫌いだったらこんなこと言わないですよ。じゃあ私も恋猫にしちゃいます。お試しもありですよ。にゃーん、歌唱さんってばお堅いんですから。そんなところもいいんですけどね。自分のことですか？そうですね。楽しくいられればそれでいいかなって。今も十分幸せですし、ゴロゴロ。猫パラ